ニークロはアメリカ合衆国フロリダ州出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ。父親はナックルボールの使い手として知られたニークロ兄弟の弟であるジョーニークロでフィルニークロは叔父にあたる。2000年にサンフランシスコジャイアンツからドラフト2巡目で指名を受けプロ入り。当初は三類一種だったが怪我のため一類一種に転校。2003年にメジャーデビューを果たした。 2004年はメジャーに昇格できずしまいだったが、2005年は JT スノートの2プラトン企業で1塁を守り、113試合に出場しずに本塁打をマークした。2006年当初は1塁のレギュラーを与えられたが、不審でマイナー落ちも経験し、シーズン後半はシェイヒレンブランドにレギュラーを奪われた。2007年も1塁のレギュラーを狙うことになったが、 リッチ・オーリリアとライアン・クレスコが2プラトン起用されたため11試合の出場に終わりオフに自由契約となった2008年はヒューストン・アストロズと契約したもののメジャーには昇格できずシーズン途中に解雇され引退し通信会社に就職しかし同年12月おじのフィルニークロから本格的にナックルボールの指導を受け投手として 現役復帰することを発表し、アトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。2009年11月9日に自由契約となる。ありがとうございます。